されたとき、自分の未熟さを嫌というほど知ったわ。でも、あなたとならもっと強くなれそうな気がする。時々でいいから、稽古に付き合ってくれる？将来の夢？ここでそういうこと聞く？まあ、可愛いお嫁さんとでも言っておこうかしら。何よ、その驚いた顔。こういう一日一日が大切な思い出になるのよね。今日という日があなたにとっても大切な思い出になってくれれば嬉しいんだけど。ほら、あなたの飲んでるジュース美味しそうね。私も同じものを注文しようかしら。ポチのくせにセンスいいじゃない。ローズ先輩からおすすめされた本を読み始めたの。それで読み終わるたびに次を勧めてくれるのだけど、ちょっとペースが早すぎるのよね。どうしよう。こうして私とビーチで二人きりになれるなんて、あなたってすごく幸運よね。捕まったのが運の月？そうとも言うかも。ちょっと、シェリー・バーネットさんと親しいの？少し天然なところはあるけど、優秀な研究者よ。それが…あなたと知り合い？本当に？どうしたの？誰かの視線を感じる？あなたはまだ私の恋人だと思われてるんでしょ？こればっかりは仕方ないわね。あなたって暑さは得意なの？こんなに照ってるのに汗一つかいてないわよね。鍛錬が足りない？どの口が言ってるのよ。味はもちろんだけど、料理は見た目も大事ね。見た目が悪ければそもそも食べてももらえないもの。ねえ、あなたも少し外見に気を使ったら？あなたといるときは王女として気を使う必要がなくて楽だわ。あら、褒めているのよ。はあ、私の身長160センチくらいだけど。そんなに気になるの？身長差を気にするなんて、あなた意外と繊細なのね。ごめんなさい、ぼーっと景色を見てるあなたの顔が面白くて。何よ、ちゃんと謝ってるじゃない。
お手伝いしようとキッチンに入ったことがあったの。そしたら年代物の皿を何枚も落としちゃって、それ以来キッチンには出入り禁止よ。まだまだ全然遊び足りないんだけど。ポチもそう思ってるわよね。それなら来年もまたここで遊ぶわよ。ちょっと考えてたの。あなたは私の前で素を出してくれているのかなって。そうよね、余計なお世話か。ねえ、あなた私に何か隠し事してない？私の件と同じく、あなたはただの凡人でも本当の姿は…なんて、妄想しすぎかしら。ねえ、どうして私に付き合ってくれるの？え？いや、ちょっと気になっただけなんだけど。無理強いしていたら嫌だな、なんて。私が廊下を歩いていたところを見かけた？ちょっと、近くにいたなら声ぐらいかけなさいよ。遠慮するような仲じゃないでしょ。前に行ったアイスショップで新作発売ですって。ねえ、私が何を言いたいかわかるわよね。ポチ、後で並んで買ってきてくれる？私ね、この間の数学テスト満点だったの。あら、ポチ、賞賛の言葉がないようだけど。それとも私に数学で勝てるのかしら。